こんにちは。手で芸をするコミーです。今日はおちょぼちゃんスタンプのおちょぼちゃんを紹介していこうと思うんですけど、ちょっとね、靴下編み一回だけ挟みます。これをで、ちょっとこっち報告だけしときます。終わりました。はい、1個ね。で、履いてみたんです。で、そんなに深い感じはないんです。深いってでかいみたいな感じね。だから同じでもいいかなとちょっと思ったりしています。うん。なので、もう一足、もう一足じゃない、もう片方も動画でやりますね。今日1回はこのおちょぼちゃんの紹介をさせていただくんですけど、明日からまた開始いたします。そんなに、あ、ここか、穴ぼこ。まあでも分かんない。まあこの辺を課題にもう片方をやっていこうかなと思ったりしています。なんかいちごっぽいねというご意見もありましたけど、なんかスイカっぽい感じもありませんか。ここだけだけどね。はい、ということで、とりあえず靴下片方できました。はい、で今日はこちらの昨日販売が始まりましたおちょぼちゃんスタンプ。これはもう本当にお友達のご意見を、参考にではありません。お友達のご意見で行きました。そして小物はお友達が作ってくださいました。私はおちょぼちゃんを作って、で糸始末も全部してもらいました。はい。まずこれはね、もう皆さんご存知ですね。歌っていたおちょぼちゃんです。でこれも私はライブでやったように紐をこうやって渡して結んでたんですけど、こうちゃんとつけていただいて。はい、ということで、これは私結構これ気に入ってます。よくできたなと思ってます、これね。はい、そしてこれ、お疲れ様だったと思うんですけど、このカップはね、お友達が作ってくれました。お疲れ様の意味で、まあ一杯コーヒーみたいなところで入れてみたんですけど、こういう感じで写真を撮りましたよ。お疲れ様ね、一杯飲みましょうみたいな。あとはこれか、少し大きめのっていうのでちょっと作ってみたんですよ。一応ね、お友達がそのいろいろなアイデアをくださって、で私はおちょぼちゃんを作る係と撮影係だったんですけど、その大きめのもちょっと欲しいなという依頼だったので、大きめのを作ったところ、このね、手をいいねっていうグーとかっていうので、これ作っていただいたんですよ。すごくないですかね。そのスタンプ見ていただくと分かるんですけど、これ結構いい味出してるんですよ。そしてその大きさからするとやっぱこのおちょぼちゃんだねってなって、これ合わせてみたら、このこれ白も引き揃えたんですよね。たまたまです。この赤い、これ段染めみたいな色、段染めではないか、なんか混ざった色の赤い毛糸だったんですけど、白も混ぜてみたんです、たまたま。そしたらこちらも白で作っていって、なんかあ、すごい合うねみたいな感じで、これはウインクの目なんですけど、わかりますか。グーというやつです。はい、これね、なかなかインパクトありますよね、これがね。はい、でこれつながりでもう一個言っときましょう。このいろいろ入って
いた了解というやつですよね。あのこれらを使ってこの了解のグーっていう意味、分かったよの意味で、これを入れて、いろいろな小さい、これ小さめです、これは段染めの刺繍糸でやりました。これは中細の毛糸、これはソックヤーンかなという細めの糸です。これ私作ったんですけど、これお友達のやつで、あのまあほぼ私が作ったおちょぼちゃんでスタンプは構成されてるんですけど、お友達のも参加させてということで、このみんなで了解という、スタンプになりました。はい、私結構この辺の小さいやつ気に入ってるんですよ。はいどうでもいいか。でこれですなんか顔がつくとね、これあのおちょぼちゃんなんですよ。帽子かぶると違いますよね。なんかそのおちょぼちゃんをねこう装飾していくのに何がいいかなっていうことで、帽子はどうだろうかみたいなことであの作ってもらったんですね、これも。でなんかねあんまり気に入ってない様子だったんですよ、お友達は。でも私はと思って、可愛いじゃんってなって、それでそのおちょぼちゃんいくつかある中でこれにかぶせてみたんですね、私はぺっちゃんこのやつで、あの可愛いじゃんってなって、このほっぺと口をつけたみたいな、こんなおちょぼちゃんになりましたね。可愛いですよね。おちょぼちゃんっぽくないかもしれないけど、でもおちょぼちゃんはおちょぼちゃんですからねはい、というこれはこれで、またこういうのもね、これつけるだけで全然違うよっていう。はい、そしてこれコンセプトとしてはこれ私なんですよまああの見え方によってはいろいろありますけど、この緑のモサモサは YouTube のアイコンとか、まあ今全部私のアイコン、その斜めから撮った軽く顔が映ってるやつ、深緑のニット帽をかぶってるんです。これをそのイメージさせてみましたそしてメガネをかけているというところで、あの一応こう私キャラというコンセプトで作っています。これね結構苦労しましたよ。あの目が全く見えないです、このモサモサの糸は。で最初作っていったのはこうとんがらせたんです、おちょぼちゃんだから。でもそのお友達の意見としては、いやそれは可愛くないともうちょっとこう小さくした方がいいんじゃないかと、まあ、帽子という意味ではねこのくらいの方がいいのだろうということで、その場であのほどいて編み直して、でもう一回やったら、いやそれでもまだ長いって言って、何度かダメ出しをもらい、ここにたどり着き、こういう形になりました。これまたメガネが入るとねすごく雰囲気が変わります。まあ私に似てるわけじゃないかもしれないけど、私のキャラにあの被せようとしたおちょぼちゃんですそれ多分言わなきゃ分かんないですよね、これな、誰これみたいな。一応私という体でやりましたはい面白い、私だけ面白いね。そしてこれあのおやすみっていうやつ、布団と枕はお友達が作ってくれました。これねすごく凝ってますよ、ここで枕もちゃんとなんか入ってます、中にこんな風にして撮っているんですけど、実はねこういうおちょぼちゃんを私は作っていったんです、ぺちゃんこの。でもねこれじゃあ寝てる感じじゃないよねってなって、で裏にこの寝ている目にしてもらったんです、私じゃなくてやってもらいました。こういう感じで寝ているところを表現しています。これなかなかねあのいいアイデアですよ。はいはい、自画自賛っていうか友達がやったので自画自賛ではないですけど、
そしてこれね、一人二役なんです。まあもう分かりましたかね。このバイバイサングラスかけた、なぜサングラスなのかというところをちょっと私ここ説明したかったので、この動画やりたかったんですよちょっとヒカキンさんをね意識しました。あのヒカキンさんの動画見たことある方いらっしゃいますか。じゃんけんのところ最後の、え違ったっけ、サングラスかけてるんですよね。はい、だからバイバイの感じは私サングラスのヒカキンさんと思っていて、だからこのサングラスを使いたかったんです。それはお友達に伝えそんでこのサングラスに合うおちょぼちゃんをちょっと探していた感じで、でまあ大きさ的にはこんな感じかなというところでこれだったんです。でまあぺちゃんこなんですけど、こう写真を撮る分にはねあまりわからないですよね。あの立体的に撮ってないので、ということでこうヒカキンさんをイメージしたバイバイですそれ言いたかったそれ大事なところ、はい、ということで、ご紹介させていただきました。ちょっと飲み物に行っといていいですか。はい、今日の蓋付きマグカップ、今日こっちのカメラ何も意識してない。はいはいはい、左右です。はい、ちょっとここ数日ね偏頭痛が来ております。薬は飲んでなんとか回復していますが、昨日の夜は結構やばかった。だからもう速攻寝ましたはい、という感じで、紹介させていただいたんですけど、ちょっとねご質問いただいて、こちらでちゃんとお話ししておこうかなと、まあ、ちゃんとというか伝えきれるかわからないんですけど、おちょぼちゃんとお話し会はなぜするのかというところなんですけど、まあ何でしょうか。私ねあんまりなかったんですよね、その手芸仲間とつながりたいっていう気持ちが私自身あまりなかったんですよ。一緒に何か作るろうとかいう感じも、だから私にとって手芸はセラピーだったので、一人の時間、一人で黙々と編む、その中でこう気持ちが休まっていくという役割があったので、誰かと一緒に編みたいとかなんかあんまりそういう気持ちってなかったんですね、うん、だけどこの動画を始めて そういう方が多いということを知りました。でへーって思っていたんですね。ですごく多い、ものすごく多いという感じを今受けています。でね、まだまだこのチャンネル大きくなっているとはあまり思っていません、私の中では。でね、チャンネル登録者数1万人ありがとう記念とかやりましたけど、あ、まだ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 とは思っています。ただいろいろな方が見てくださって、そのコメントもいただきながらコミュニケーションが取れるようになってきたことは確かで、そしてオフ会とかそんなことにも集まっていただける方がいるということが分かって、それならこのねビビたる力ですけど、これを利用して、手芸仲間が集えるんだとしたら、あ、これはちょっと役に立てるんじゃないかというふうに思いました。はい、なのでね、前にもどこかで言ったと思うんですけど、おちょぼちゃんとお話し会を一度しました。で、まあ、遠くからいらっしゃる方も中にはいらっしゃるかもしれないですけど、私的には割と、まあ、近郊の方がいらっしゃるという体で企画しているんですけど、そうなるとおちょぼちゃんとお話し会が終わった後もその近くの方と交流が続くのではないか。もちろんね、会う会わないがあるので必ずそうしてくださいというわけではないです。またつながりたいと思う方と出会えたら、そこから、コミュニティが始まるのではないかという期待を持っています。そんな意味が一番大きいかな、おちょぼちゃんとお話し会、うん、さ、なので編み物終わりそうだという私の
ね、ここのとこ言っています。これぐらいなら編み物熱がなくても編めますね。はい、ということで、これはその編み物熱があるないじゃないと私は思っています。そしてコミュニティのためなら編みます、うん、というところなんですよ。なので毛糸はいっぱいあっても全然いいんですね。私的にも何か自分で大物を作ろうとか、何か自分のために大きなものを編もうっていう気持ちはなくなっちゃうのかもしれないけど、そうじゃない編み物ならやります。そして少しでもお役に立てるなら、私のその名前なりを使ってそういうコミュニケーションの場を作っていきたいという気持ちなんです。伝わりますかね。あとはね、私も引きこもりなのでわかるんですけど、手芸はやっぱり一人でお家でやる方が多いってなると引きこもりがちですよね。で、別にそれは病んでいる引きこもりじゃない方もいらっしゃいますよ。私も病んでいるとは思ってないですよ、引きこもりが。はい、だけどその何かのきっかけで誰かとつながるっていう、きっかけというか、なんかそういうものがあったら、またよりこう手芸を楽しめたりとか、その人とのつながりを楽しめたりっていう、機会があるっていうのはなんかたまにはいいんじゃないって思ったりして、そういう意味もあります。だから引きこもり脱出まではいかないかもしれないけど、引きこもりでもこうやってお友達と交流する時間を持てたよっていうことも楽しめると幅が広がる、人生が楽しくなる大げさだけど、なんかそんなこともあります。うん、だから一人でも来れるような場にしたいっていうのはそういうことなんですよね。人とつながるのがちょっとその面倒っていうと言い方いけないけど、不安があるとかお話が上手にできないとか、そういう方でも一人で来れるという場にしたいです。編みながらだったらね、コミュニケーションがうまくないと思う方でも、そこの場にいられると思うんですよ。絶対お話しなきゃいけないわけじゃないし、はい次誰々さん、はい次誰々さんって必ず全員が発言しなくちゃいけないわけではないので、ただそこにいるだけで幸せって思う方もいるんです。そういう方でも来てもらいたいなっていう、そんな思いもあります。はい、またなんかそういう私の思いとか語る場があれば語りたいと思うんですけど、あんまり言うと暑苦しいのでこの辺にしときます。はい、で今日はおちょぼちゃんの紹介となりました。はい、でおちょぼちゃんとお話し会、静岡のアンケートの方引き続きお願いいたします。3月5日の分、はい、残りわずかです。考えている方はお早めにお願いいたします。はい、あと LINE スタンプ、これですね。はい、ぜひ見てみてください。はい、あと LINE アット、はい、昨日も言いましたけれども、メッセージありがとうございます。で、お答えが直接する場合と、このように動画でお話しする場合とというふうになってくるとは思うんですが、既読がついている場合には読んで読ませていただいております。はい、お返事しなくて本当に無礼ですけれども申し訳ありません。はい、あとはコミーの子育て談話室、毎日配信中です。よろしければ聞いてみてください。はい、ということで靴下編み明日からまたやりますね。はい、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画いいと思う方はグッドボタン、高評価お願いいたします。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。よろしかったらチャンネル登録もお願いいたします。